シンガーソングライター違うな。マシスさんが作ってくださいました。という曲ですけれども、石上さんが作曲して私が曲詞を書かせていただいた曲でやってます。はい、ちょっとこんなの言われましたけど、なんとかかんとか。そして最後3曲目ダイヤモンドデー、これを石上さんが作曲した曲にスプーンめぐみちゃんが詞を書いてくれました。よろしくお願いします。今日それをね、皆さんにお披露目させていただきたいと思います。それでは曲名、新しい風。Thank you.
カートンカッパに新しい風をって早く戻って大変なんだから。そうですね、暑いな。みんな暑いの。暑いな。みんな一緒で。我慢して。
わけですね。その前にちょっとお知らせをしたいなと思います。本日だったさてこれから歌う3曲ですね。なんとなんと CD を作ってきてしまいました。今日ここにいる皆さん帰りに1枚ずつお土産として持って帰ってねいただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。バンド表記してありますので、ここ以外では手に入らないね。どっかで売られちゃいますからこれ。あのオークションとか出さないって、6億とかに並んでるとかいうのね。どっかで見たことあるよね。はい、それではね、はい、帰りに皆さんねお分けしたいので、ちょっとねあの持って帰らないで持って帰らないで。いくらあったとしてもちょっとでもおかしい。言ってね、意味わかんなくなってきたので、まあ、僕らがお配りしますので、ね、忘れずに持って帰ってください。さっきさんが信じなきゃいらねえよって言うんだったら、まあ、そういうことは仕方がない。はい、ちょっとね、待っててもらえたらなと思います。はい、それではね、ダイヤモンドっていい、
Thank you.
研修気をつけて、研修あれあれ終了じゃない研修生変わらってこないおしぼりが。ではアンコール1曲目はね、3人で正社員3人で。久しぶりですね、3人っていうのは。なんか寂しいね。高校後ろガラガラになっちゃって。なんかね、後ろから風が来るようになってちょっと涼しいですね。あれですよ多分。あれ。エアワン近くにある。今もついてた。それでは曲名、あなたと。Okay.
はい、最後はね、みんなで元気よく終わりたいと思います。大丈夫ですか？リーダーがつまずいてる。本当にね、ちょっと寂しいですね、これで終わってしまう。でもね、まあまだ解散じゃないし次もあるので、今すごいなんかこんな感じの雰囲気でいましたね。いつぐらいからワンマンの準備をですか？もう2月前回終わってからすぐに、もう前回はえらい失敗作だったので、はい、前回来てくれた方挙手を踏まえるので、ね、知らないヒロさんとね、ご迷惑をおかけしました、その説もありますね。知らないヒロさんとね、来てない人に説明すると私声全く出なくて、はい、あ、ぜひ言っちゃいますね。本番当日に声が、メインボーカルが声出ない、どういうことやねんすかっていう、もうずっと来ていただいてました。中心にしてチケット払い戻しにするべきか、ほんと悩ましいですよね。まあ、それでもね、皆さん温かく迎えてくれて、はい、今日もいっぱい来てくれてありがたいです。ありがたいですね。はい、またね、9月以降もライブいっぱいやっていきますので、よろしければね、見に来てください。はい、それでは最後いきましょう。ワインディングロード、曲がりくねった
ありがとうございます。